ジャンピエール・アントワーヌ・ダサエールは、ベルギー生まれの彫刻家で、フランスやプロイセンで働いた。アントウェルペンの美術家の家で生まれた。アントウェルペンで修行した後、15歳の時兄弟の一人と、ロンドンで修行した後、1744年に、パリに移り、彫刻家、ルネ・ミシェル・スロッツの工房で働いた。1758年に、ミニアチュール画家のマリエドメ・モローと結婚した。 1764年にスロッツが死去した後、独立して宮殿や記念碑の仕事をするようになった。30年間パリで働いた後、プロイセン王国のフリードリヒ2世の宮廷彫刻家となるため、1775年に家族とベルリンに移った。王室や上級軍人の依頼で作品を制作し、ヨハンゴットフリートシャドーらが助手となった。 フリードリヒ2世が死去した後も、フリードリヒビルヘルム3世の宮廷彫刻家の仕事を続けた。1788年にベルリンで死去した。8人の子供がいて、ジャンジョゼフ・フランソワ・タサエールは画家、版画家になった。アンリエット・フェリシテ・タサエールは肖像画家として知られている。孫のオクターブ・タサエールは画家になった。ありがとうございます。